ああ、完全に遅刻や。俺、よしやるぞ。二十歳のフリーター。高校卒業と同時に田舎を飛び出し、京都で一人暮らしを始めて早2年。現在は古着屋でバイトしながら、1ヶ月くらい経ったかな。週末は知り合いのバーを手伝っている。それでは、今日の朝礼を始めるぞ。おはようございます。いや、目覚ましが鳴らなくて。何遅刻してんねん。しかもその舐めた態度はなんやねん。まずはすぐに謝んのが筋やろが。こいつはバイト先の古着屋の店長ゴマルはじめ、多分25歳くらい。501のヴィンテージしか絶対に履かないらしい。ああ、すんません。その態度が舐めてるっちゅんじゃ。スポンズは全国に30個くらい店がある全国チェーンの古着屋だ。京都に本社があり、スタッフは社員バイトを合わせて300人くらいいるらしい。町で一番人気のある古着屋で、俺もしょっちゅう買い物に来てた店だ。ひっきりなしに客は来るし、予想外の忙しさに目が回りそうな毎日だ。しかし、そんなことよりも最近、俺を憂鬱にさせているのは。おい、この荷物運んどけって言ったやろ。やばい、忘れてた。あ、今からやろうと思ってたところです。何言い訳してんねん。お前は言い訳ばっかりや。そう、俺を憂鬱にさせているのはこの店長だ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ちゃんと声出せや。お前はほんまにやる気あんのか。すいません。正直俺はこの店長が嫌いだ。朝から晩まで毎日毎日こいつは怒ってばっかり。しかもほんの些細なことでガミ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 怒ってくる。そしてなぜかいつも怒られるのは俺ばっかり。多分俺のことが嫌いなんだ。店自体は好きなのだが、もういい加減嫌になってきた。あ、グラさんだ。いらっしゃいませ。いつものやつくれる？はい、ありがとう。何度か顔見てるけど話したことないな。え、ああ、そうですね。君は速水もこみちに似てるなって思って見てたんや。本当ですか？今いくつな？二十歳です。ここでバイトしてんの？ここは知り合いの店で手伝ってるだけです。他に何かバイトしてんの？すぐそこのスポンズっていう古着屋でバイトしてるんです。へえ、そうなんや。楽しいか？あんまり楽しくないんですよね。店自体は気に入ってるんですけど、どうも店長が苦手で、毎日僕ばっかり怒られるんですよ。いい加減嫌になってきました。そうか、大変やな。そうでしょ、あの店長さえいなかったらな。なるほどな。その店長がいる限り君は楽しくないというわけやな。そうですね、あの店長がいる限り楽しくなんてなれないです。そうか。でもその店長がガミガミ怒らなくなったら君は楽しくなるんとじゃうか？そりゃそうですけど、あの店長が怒らなくなるなんて考えられないですよ。じゃあ店長から怒られなくなる方法教えたろか。めっちゃ簡単な方法やで。やるって約束するなら教えたるわ。ほんまに簡単なんですか？だったらやります。教えてください。まず笑顔で接すること、元気に挨拶すること、褒めたり店長の気持ちが良くなることを言うこと、返事ははいと元気にすること、以上や。え、それだけですか？
たったそれだけで、あの店長が怒らなくなるはずがないですよ。ええから、一回やってみ。やるって言ったやろ。約束は約束や。はあ、約束ですし、一応ダメ元でやってみます。笑顔と挨拶と返事。あ、店長や。あの、おはようございます。おう。ち、やっぱりムカつく。あかんあかん。そのジャケット、かっこいいですね。これ、やっていけるかな。しかし、案外1週間やってみると、それが当たり前みたいになってきた。店長、おはようございます。おはよう。おい、よし。はい。501のヴィンテージのことはもっと教えてくださいよ。お？おう。こうして俺は1ヶ月間、いつも笑顔で明るく挨拶し、返事も元気にし、店長が喜んでくれそうなことを言った。店長、お疲れ様でした。おう、お疲れ。そんな、ある日の閉店後。おい、なんでこの商品1200円になってんねん。あ、誰や、この値札つけたんは。僕です。あれだけ昨日念を押したのに何やってんねん。どれだけの損を出したか分かってんのか。すいません。責任取って明日までに全部の値札付け替えろ。他のみんなは帰って、お前一人でやれ。はい。ちゃんとやれよ。はあ、もう2時半か。まだまだやな。え、なんや、誰や、こんな時間に。頑張ってるか、店長。ほれ。おっと、どんくらい進んだんや。おお、結構頑張ったんやけ。よっしゃ、一気に片付けるぞ。え、店長。だいぶ片付いたな。はい。よっしょ。もう大丈夫やろ。あとは自分でやれ。じゃあ、俺行くわ。ありがとうございました。おう、頑張れよ。まさか、店長が戻ってきて手伝ってくれるなんて思ってもみなかった。あの怒ってばっかだった店長が、缶コーヒー持って戻ってきてくれた。ほんまにめちゃくちゃ嬉しい。やばい、涙出そうや。